ざっす。最近ですね、ペットショップなんかでもよく見かけるようになった犬のおもちゃとしてこう鹿の角が、売られていること、犬好きの方、犬飼われてる方なんかだと見かけたことあるかもしれないんですけれども、今年2018年の漁期に出てですね、あの鹿の角を手に入れましたので、これをですね、このうちの愛犬ジャムちゃんのおもちゃにするところまでの過程をご紹介させていただきたいと思います。 Ladies and gentlemen、というわけでですね、あの鹿の角、最近犬のおやつとかおもちゃとかっていう名前で売られていること結構多いんですけれども、なんかね、ネットで見るとカンニングの竹山さん、芸人の方ですね、あの方がなんかおすすめしているとかですね、話を聞くんですよ。で、実際売られているものを見るとですね、まあ、道の駅とかで売ってたりすることもあるんですけど、一本ね、これぐらいの大きさで、まあ高いと1000円ぐらいしてたりとか、まあ安いものだと500円ぐらいで売ってたりするものもあるんですけれども、まあまあ値段もするものですので、これ今回自分でですね、僕が漁師ですし、うちには鹿の角がありますので、これをちょっとね、今回おもちゃにしてみたわけでございます。まあ、鹿の角のね、おもちゃといってもですね、あのまあこちらすごい今ご覧いただいててお分かりの通りですね、もうかなり硬いので、まあこの犬としての噛み応えはあるんだろうなと思うんですが、だからデメリットとしてはやっぱりこれは硬すぎてですね、犬の歯が削れていくであるとか、股間でちっちゃくなっていくと丸飲みする恐れがあるんだなんていう話も見かけるんですけれども、まあ、ちょっとその辺には留意しつつですね、あのこの鹿の角のおもちゃ気になっている方、もしよかったらご覧いただければなと思います。ですね、あのこれが今4段っていうんですかね、4歳ぐらいの鹿の角だったんですけれども、初出漁の時の動画でお送りしてはいるんですけれども、はい、ご覧いただいたこの角だったんですけれども、早速作っていこうかなと思うんですが、作り方はまあ至って簡単ですし、まあ、僕のこの作り方が本当に正しいというか、なんていうんですかね、正解な作り方なのかはちょっとよく分かってないっちゃ分かってないんですけれども、あの切って茹でて干すだけではございます。今もうご覧いただいてるこのジャムちゃんが食べてるやつはもうその加工後というか、もろもろ終わった後なんですけれども、まずはですね、あの電ノコで結構ね硬いんですよ、やっぱり鹿の角なので、僕は電ノコでバーンと適当に切って、まずは茹でました。はい、ジャムちゃんのおもちゃ作り中でございます。今鹿の角を電ノコで細かく切りましてですね、茹でております。なんか聞くところによると、細菌やら何やらがいるので煮沸した方がいいなんて話も聞いたので、茹でてみてるんですけど、なんかこのアクみたいなものすごい出てるし、まあまあな匂いしてるんですけれども、そろそろ水からあげてですね、一回干してジャムちゃんに与えてみたいなと思います。はい、茹でたての鹿です。なんか赤っぽい色、茶色っぽい色で水が変わってたので、何かしらの成分が出てるのか、ちょっと色も綺麗な白かったのがちょっと茶色くなったかなっていう感じしますね。はい、はい、茹で上がった鹿角を干します。はい、というわけで、あとはひたすら乾くのを待つだけでございます。あのね、鹿の角切ってみると、あの骨の中身っていうんですかね、あのちょっとスカスカな感じになってるので、茹でるとね、なんかここの中に水気が入ってきて、お湯から切った状態の時はね、その鹿の角の中からなんかその角汁みたいな状態でですね、なんか匂いと色のついた汁出てきたので、まあなんかこの汁すらジャムちゃんたまんなく好きなような感じなんですけど、まあびっちゃびちゃなのもちょっと嫌なんで、とりあえず一晩干してですね、僕は乾いてからジャムちゃんに与えてみました。まあ、干す前からというか、干してる間から、まあ、ずっとジャムちゃんもこう気になっている感じですし、これ今ね、右に行ってるの鍋舐めてるんですけど、はい、でこれさっき食べてたやつ出来上がりなんですけど、もうねやっぱり食いつきはいいですね。なんかペットショップで売っている大文句でも、なんか天然成分だけだから犬に与えても安心みたいな触れ込みですよね。気に入った気に入った、ジャンちゃん。
はい、というわけでなんかえらい気に入ってくれたみたいなんで、まあ、またですね猟奇中お寿司か取れたら作ってみたいなと思いました。でなんかこれまあ切り方にもよると思うんですけど、僕がね、まあ、これぐらいのサイズで8個ぐらい今回できたので、まあこれでどれぐらい持つのか分かんないんですけど、まあ、これぐらいなんですか、大型犬中型犬飼ってる方だとこの噛み体系のおもちゃって結構すぐ壊しちゃうし、買い替えるのもなかなかお金も手間もかかるじゃないですか。なんでねこの角でこんだけ遊んでくれると助かるなと思います。で一般の方というか漁師狩猟やられてない方でこの角手に入んないじゃんと思いだと思うんですけど、鹿の角ってね生え変わるんですって。なんで山とか歩いてたら全然落っこってる可能性とかも存分にありますのでですね、なんかアウトドア好き山登り好きで犬好き犬飼われてる方なんかだと結構その登山道とかにはないと思うんですけれども、なんかね林道の端っことか細かく観察しながら歩いてみるとですね、意外と鹿の角ってその生え変わったやつ等々落っこってたりすることもあるのでですね、ぜひなんかその山とか行ってで鹿の角が落っこってたらですね持って帰ってみて、こうやっておもちゃ化してみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画は以上とさせていただきたいと思います。本当にただただ鹿の角を犬のおもちゃ化してですね与えてみましたというお話でございました。最後までご覧いただいた方本当にどうもありがとうございます。また動画の中でお会いいたしましょう。ザシタ。